矢沢です。よろしくお願いいたします。では早速ですが、画面の共有をしながら始めたいと思います。まずですね、まだ、ロイロのクラスの方参加してない方もいらっしゃると思うので、このクラス参加コード27504ですね、これを、ロイロの左の方戻るっていうふうに言って、で授業への参加っていうところからですね、入っていただければと思います。ちょっと確認をすると、今50人くらいの方ですかね、見ていただけてるようですね。では、まずは最初、皆さんに入ってもらっている間にですね、自己紹介から、お話しできたらと思います。私、慶應義塾普通部という、神奈川県にある中学校で理科を担当しております。ロイロノートはですね、2015年に出会いまして、そこから、まだ生徒にこう端末を貸し出したりしながら使うっていう状況が続いていたので、正直あまりたくさんの機会使えなかったんですけれども、最近になって、もう少しロイロをしっかり使い倒してみようかなっていうような感じで、生徒が一人一台個人の端末を持ったということで、かなりロイロを使う場面も増えてきました。で、今日はですね、KY シートで理科室の危険を予知しようということで、ロイロノートのですね、基本的な機能である、カードを、カードの中に入れるとかですね、あとは提出をするですとか、あとシンキングツールですとか、そういったのを、少し使って、授業のイメージを持ってもらえたらなと思っております。で、まず最初なんですけれども、皆さんが、ロイロをどんなふうに使っているかとかですね、ちょっと事前のアンケートを取らせてもらえたらなと思うんですけれども、ロイロノートに入れている方はですね、資料箱左下のところから授業内共有を選ぶとですね、01事前アンケートというものが入れてあります。こちらをですね、開いて使用するというふうにすると、画面に出てきますので、そこから回答するということで、回答をお願いできますでしょうか。ちょっとその様子をですね、見ながら、進めていきたいんですが、ありがとうございます。もうほとんどの方が回答してくださってる感じですね。小学校、中学校の先生で参加していただいている方が多いのかなという感じですね。その次は高校という感じでしょうか。ありがとうございます。ロイロノートの使用歴ということで、結構使ったことがあるという方が3、40人いらっしゃって、あとは少し今回、初めてに近いという方ですとか、授業を何回かしただけというような方もいるということで、わかりました。ありがとうございます。できるだけ皆さん全員がしっかり参加してもらえるようなスピードで進めていきたいなと思っております。続きまして、ロイロ的にはシンキングツールっていうのをいろいろな場面で売り出しているようなんですけれども、実際使えそうですかというような感じで、少しは使えそう、あまり自信がないというような方が多いのかなという感じですね。矢沢個人的にはですね、少しは使えそうっていうような感じで、自分としてはまだまだ、シンキングツールへの理解が足りないかなと思っている中で、やっている実践をご紹介するという感じです。最後にですね、ブレイクアウトルームというのを、最後の前にぐらいに使おうと思ってるんですが、参加できますかということで、やっぱり迷ってますっていう方は結構多いですね。どんな風になっちゃうんだろうっていう風に不安になる方もいるとは思うんですが、ぜひビデオオフだけでも、結構です。声だけでも結構ですので、ぜひ積極的にブレイクアウトに入っていただいて、で、少しでも他の参加者の方と、お話ししてもらえたらなと思います。ちゃんと事前に、お話しする内容ですね、それがちゃんと手元にある状態でブレイクアウトを始めようと思ってますので、迷ってるっていう方はぜひ参加してください。
参加できませんという方も、まあ、例えば耳だけというのでもよければ、ぜひ入ってもらえたらと思います。ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、皆さんの様子が分かりましたので、じゃあ本題に入っていきたいと思います。今日なんですけれども、KY シートで理科室の危険を予知しようということで、KY シートって何だっていうふうに思われるかと思うんですが、これは危険予知シートという、ものの略です。KY っていうのはよく、空気が読めないとか昔言われたりとかすることもありましたけれども、ここでは真面目に危険予知っていうのの頭文字を取って KY シートというふうに言われています。ネット検索しても実はこれで結構ヒットします。で、教科書、様々な教科書あるんですが、中学1年生の教科書でですね、今使われているものですと3社ぐらいがですね、この理科室での、危険予知をするためのイラストっていうのを書いているんですね。で、まずはそのイラストにですね、書き込むというところからスタートしようと思います。やり方なんですけれども、皆さんのですね、また資料箱を開けていただいて、授業内共有の中に今度 02KY シートというものがありますので、使用するを選んで画面に出してみてください。で、その画面を開いてですね、左上の方にこのプラスのマークがあると思うんですね。で、このプラスのマークを押すと、このカードの中に別のカードを入れるということができます。で、ここではですね、何色でもいいんですけど、例えば緑のカードをつまんで、で、この画面の上にヒュッと持ってくるとですね、空白のカードが入ります。で、そこで、この、カードの中で、ちょっとこのコードは理科の実験する上で誤ってるんじゃないかなっていうふうに思うところにですね、持っていって、で、その内容を簡潔に書いてみてください。まあ、例えば例で言うと、この、水道が出しっぱなしになっちゃってるな、というところを気づくと思うんですけれども、そしたらその近くに水道が出しっぱなしって書いてみてください。で、これをですね、10箇所ぐらいあると思いますので、他にも見つけたら、どんどん書き入れてください。で、あとでこれ、このカードを使うことになるので、手書きで書いてしまうとですね、先でうまくいかなくなってしまうので、ちょっとこのやり方使って、カードを書いてみてください。じゃあですね、あと3分ほどお時間取りますので、少しやってみてください。で、ちょっと今の説明聞いてよくわからないという方は、僕が今実際に画面を通して一つやってみますので、ちょっと同じようにやってみてください。ちょっとまず時間すいません、測りますね。で、やり方なんですけれども、まあ、資料箱に行って、授業内共有、KY シートで使用するって押してください。そうすると、こうやって新しく入ってきます。そうしたら、左上のところからプラスを押して、で、この適当に緑のとかこうやって引っ張ってくると、こうやって置けますね。で、そうしたら、ここで、このままダブルタップとかすると入力できるんですが、例えば、というふうに入力して、で、これこの辺でですね、こう引っ張ると大きさ変えられたりとかするので、ちょっと見やすい感じにして、で、こうやって持っていってみてください。他にいろいろ見つかりますか？これはちょっと、まずいんじゃないかっていうような行動ですね。見つかるたびにどんどん書いてみてください。10個あるというふうに言われていますが、僕は10個より多いんじゃないかなっていう気もします。でも別に全部見つからなくても大丈夫です。2、3個、見つかればこの先のワーク進めますので、どんどんやってみてください。ブレイクアウト、難しいという方、チャットにメッセージありがとうございます。ご無理のない範囲で結構です。ちょっと厳しいという方は、その間少し、
お待ちいただくのでも結構です。あと1分15秒ぐらいですね。あ、それで。今やってるのこちらになります。これ、教科書の図を借りてるんですけれども、ロイロ社の佐藤さんにですね、ご尽力いただいて、著作権は一応クリアして、なんとかここで使うことができました。こういう、今、オンラインで配信するだけでも著作権、チェックされるっていうこともあるので、まあ、そういうので準備ができたということです。あと20秒くらいで先に進もうかなと思います。皆さんもしよろしければ、チャットに今何個ぐらいかけてるよなんていうので数字打ってもらってみてもいいですかね。いくつぐらいできてますか。あ、7とか5とか10とか、あ、結構7個ぐらいかけてるっていう方が多い感じですね。もうそれだけあれば、先に進みますので、多分2、3個で十分だと僕は思ってますので、ぜひ皆さんじゃあ先に進んでください。ではですね、次に行きたいんですが、まあ、ここでいろいろな、ところに気づいたかなと思うんですけれども、ちょっとここでですね、ロイロの機能の中で、今開いてもらっているカードの右上にですね、3つの点が並んでいるボタンがあると思うんですけれども、そこを押していただくとですね、ツールの切り替えっていうのが出てきます。で、ここでシンキングツールを使うんですけれども、これを押すとですね、いろんなツールのイラストが出てくるんですが、これをですね、下の方を選んでいくと、一番下にダイヤモンドランキングっていうのがあると思います。これを選んでみてください。そうするとですね、先ほどまであった、イラストは消えてですね、で、さっき入力したカードだけがこうやって残る状態になると思うんですね。で、ここでですね、今、気づいた様々な、誤った危険かもしれない行動があると思うんですけれども、まあ、まずはちょっと教師の視点からですね、この行動に関して危険だから今すぐ対応して注意してやめさせなきゃっていうものと、まあ、そこまで緊急性はないけど、でもまあ、気づけるんだったらちゃんと注意した方がいいかなというものとで、優先順位が多分違うと思うんですね。で、この注意の優先度、危険度っていう視点で、カードをですね、上ほど危険、下ほど、まあ、優先順位が低いっていうような感じで少し並べ替えてみてください。で、これとこれあんまり優劣つけられないなっていうものは左右に並べておくとかでも結構です。でも一番上は必ず1個、一番下も必ず1個にしてみてください。で、ちょっとこの作業をやりながらですね、ブレイクアウトをやってみようかなと思うんですね。で、5分ぐらいの時間を取ろうと思っているんですが、ちょっと5分長いかもしれないですね。4分ぐらいにします。で、ブレイクアウト入れて、声出せる方はですね、簡単に自己紹介してみてください。で、それが終わったらですね、今やっている順位付けについて、まあ、意見交換をしてみてください。どんな視点で、順位をつけたでしょうか。それで、みんな同じ結果じゃないと思うんですね。人によってその優先順位が違うと思うんですけど、まあ、どうしてそう思ったのかっていうのをちょっとお互いに聞き合ってみてください。で、まあ、ここで、あんまり他の人の考えをこう否定しまくっちゃうと雰囲気悪くなっちゃうので、まあ、否定するんじゃなくて、ああ、なるほどな、そういう見方もあるなっていう感じで、少しいろいろな人の意見、見方の違いっていうのを体験してみてください。じゃあ、そういう形で進んでいきたいと思うのですが、ごめんなさい。では、ブレイクアウトをですね、ちょっと自動で作ろうと思うんですが、今114人ほどの方が入ってくださっているので、1グループをですね、5人
ぐらいにしようかなと思うので、22個ぐらいのグループに自動で分けてみたいと思います。ぜひ積極的に入って、お話してください。もしブレイクアウトに行ったんですけれども、誰も話し相手がいませんという状況でしたら、一旦ブレイクアウトルーム退出してください。そこで、戻ってきてくださったら他のところに割り当てっていうのを可能な限りやろうと思います。それでは、どうぞ少しお話をしてみてください。もし一人になってしまいましたという方いたら、チャットの方に、メッセージいただけますでしょうか。別のルームを割り当てたいと思います。あ、じゃあ、順番に、移動していきますので、ちょっとお待ちください。あれ、すいません、戻ってきちゃいました。あ、チャットの方にすいません、メッセージを書いていただければちょっと別のところをご案内します。ちょっとお待ちください。全員にやらなくて、すいません、ちょっと見つけるのに戸惑ってしまって、できれば、ルーム何番に行ったというのが分かればそこで、見つけやすいのですが、書いていただけるとありがたいです。矢沢先生、ルーム22は、はい、全員退出で解散しております。あ、はい、わかりました。はい、失礼します。ちょっとごめんなさい。時間が残り1分になっちゃったんで、ちょっとすいません。うまくブレイクアウトに入れない方もいるかもしれません。ごめんなさい。ちょっと一人での対応は結構厳しいですね。すみません。これを一人一人探すっていうのはごめんなさい。ちょっと現実的でなかったですね。申し訳ありません。ちょっと全員うまくいかないかもしれないですね。あ、申し訳ないです。ちょっと、僕の
時間が来てしまったので、ちょっとここでごめんなさい。ブレイクアウト入れなかった方、申し訳ありませんでした。すみません、ちょっとブレイクアウトをですね、試みたんですけれども、思いのほか、うまくいかなかった方が多くて申し訳ありませんでした。ちょっとこちらの見込みが甘かったかと思います。ちょっと意見交換できなかった方、申し訳なかったんですけれども、ひとまずこの授業をちょっと先に進めたいと思います。ですね、これで、今、まず出来上がったものをですね、提出していただけたらなと思います。提出箱を、開きますので、今、順番に並べ替えたものをですね、出していただけますでしょうか。ダイヤモンドランキングというところですね。ありがとうございます。続々と出てきてますね。ちょっとこれ無記名の状態にして、回答共有をしますので、今、提出していただいた、提出箱、もう一度開くとですね、今画面にあるような感じで、いろいろな他の方のですね、順位付けっていうのが見られるんじゃないかなと思います。まあ、本当はですね、ちょっとこういうところで、ブレイクアウトの中でお話しいただいたりとか、まあ、実際の授業でしたら生徒同士で話し合わせるとかですね、まあ、そういうことができるんじゃないかなと思います。例えば今、一方、こんな感じで並べ替えていただいているのがあって、例えば火の近くにマッチが置いてあるのが上で、水道の水出しっぱなしが一番下みたいな感じの、並べ方でしょうか。あとはですね、やはり、火の近くに何かがあるっていうようなところについて危険を感じている方もいますね。いろいろと見ていただくと自分が気づかなかったところとかですね、優先順位の違いとかがわかるんじゃないかなと思います。で、ちょっと残りが少なくなってきましたので、ちょっとここからはすいません、喋る感じになってしまうんですが、この他に展開の3つ目としてですね、これはどちらかというと生徒の視点で考えると、自分が見つけた危険な行動ですね、それはどうして危険なんだろう。で、それに対して、より安全に実験をするにはどんなことに気をつけたらいいか、こういうのが自分で考えられるようになると、普段実験とかをですね、たくさんやっていても、まあ、お互い安全に気をつけながら、できる場面が増えていくんじゃないかなと思います。で、この時はですね、キャンディーチャートというものを使ってみます。で、真ん中のですね、キャンディーの部分に、見つけたですね、気づいた危険な行動を書き入れて、で、左側の結び目のところに、危険である理由、で、右側の結び目のところに安全の対策みたいな感じで、書いてみて、それで並べてみるとですね、この危険な行動に対してどのようにして、安全を導いたらいいのかっていうのが分かりやすくなってきます。で、これをもとに生徒同士発表させたりすると、まあ、これまた、人によって気づいているところが違うなんていうことが分かったりします。ちょっと今日は時間がないので、これは、皆さんに体験していただくのはちょっと難しいかなと思います。で、最後にですね、今、シンキングツールについていくつか、体験していただいたんですが、まあ、理科の授業とですね、ロイロを、合わせて、まあ、考えていくとですね、まあ、いろいろな可能性があると、僕は使いながら思っているんですが、
ごめんなさい。その中で、シンキングツールっていうのは確かに一ついいものだと思うんですけれども、まあ、もっと、純粋にこのロイロの良さって何だろうって考えるとですね、やっぱり理科の中ではこの写真や動画っていうのがカードになって使えるっていうことなんじゃないかなと思っています。で、これを使うとですね、実験や観察の、記録っていうのが、つけやすくなってきます。ちょっとごめんなさい、喉が。すいません、ごめんなさい。で、例えば他にもですね、写真があると、スケッチとは違って直接書き込んだりするなんていうこともできたりするので、まあ、そういったところも、使えるところかなという感じですね。それから、あとは提出箱を活用するとですね、採点の負担も減ってきたり、ペーパーレス化できたりしますので、そういうところも、ロイロと理科相性がいいのかなっていうふうに思っていたりします。ちょっとこのあたりの資料すいません。説明の時間がなくなっちゃったので、後で資料箱に入れておきますので、そちらをご覧ください。ちょっとごめんなさい。僕の体調管理不足で、声がうまく出なくなっちゃってるんですが、もう時間も近いですので、最後、自己アンケートの方をご協力いただけますでしょうか。アンケートの提出箱を用意しますので、そちらに、出していただければと思います。ご意見、ご感想、ご質問については、できる限りこちらから返答を、カードでお送りできたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。